皆さんこんばんは、ビーレジェンドカギタニです。本日はですね、ちょっと、まあ、トレーニングをしたということでですね、ビーレジェンドを飲んでみようかなと思います。で、ちょっと今回は、おすすめの飲み方をご紹介したいと思います。まずご用意しますのはビーレジェンド激うまチョコ、はい、鉄板ですね。そしてもう一つご用意していただくのはでーん、ビーレジェンドそんなバナナ風味でございます。で、この2つを用意してですね、もうね、このような形で飲んでる方もいらっしゃると思うんですけれども、チョコバナナにして飲んでみたいと思います。で、まずお水をですね、このようにね 200cc、入れます。僕はだいたい200で飲んでます。で、 200cc のもうすでにお水入れてあるんですけれども、お水を入れてですね、だいたいすり切り4杯ね、すり切り4杯を1食分として、だいたいタンパク質が 20g 取れる設計ですから、すり切り4杯いきます。まあざっくりでいいですね。こんな感じで1杯あで、すり切り4杯なので2杯ずつ入れていきますね。まずチョコを2杯、そしてよバナナを2杯入れます。で、こんな感じで、まあ、すり切り2杯ぐらい入れてですね、そして蓋をしていつものようにローリングからのシェイクですね。はい、こんな感じでチョコバナナを今日は作っていきたいと思います。まあ、ここにあるフルデンウォーターはなんかなんとなく飾りを置いただけです。深い意味はありません。先に蓋を閉めておきましょうね。蓋を閉めておきましょう。バチッとね、火を抜いて、バチッと閉めておきましょう。はい、はい、で、シェイクしました。はい、完成でございます。じゃーん、はい、よくわかんないですね。泡立ってますよね。はい、ではいただきたいと思います。いただきます。うまい。今回もうまいです。はい、こんな感じで全然ダマになってないですね。少し泡が残ってますけれども、いや、うまいですね、やっぱり。はい、まあチョコだけでもバナナだけでも美味しいんですけれども、もう本当にチョコバナナです。バナナを、そんなバナナ飲んでいただいた方はもうご存知だと思うんですけれども、このね、なんとも言えないこのクリーミー感がですね、非常にこのバナナシェイクのようでですね、美味しく飲んでいただけるんじゃないでしょうか。そして、まあ、こういう感じでね、3袋買っていただくと全然送料無料になりますから、チョコとバナナね、混ぜて飲んでいただいたり、あるいはナチュラルとチョコ混ぜてもらって、ちょっとこうクリーミーさを増したりですね、ナチュラルだけでももちろん美味しいですしね、いろんな味を混ぜていただいて、いろんなあなただけのフレーバーを、試していただければいいんじゃないでしょうか。ということで、今回は、ビーレジェンドカギタニがチョコバナナを作って飲んでみました。それでは皆さんお試しください。さよなら。